25歳ですキム・ミルがゴールを決めました。まだこれもチャンスです。真ん中を割って入るか、一番外です、水沼、水沼シュートゲット、あっという間に2対0。今のいいカウンターでした、ね、はい、混乱してますね。そうですね、まずここからですね。そうなんですね、これをインターセプトされて、ここで見てますね、外に水沼が来てるのを ね、 そうですね、リターンもあるんだけれども狭い方を向いていきました。本当にそうですね、パス1本で、ね、ほとんどの鳥栖の選手が5メーターから10メーター移動してしまうので。そうなんですよ ね、 ね、ここもこの次のパスが大事です。さあダイレクトから打てるシュートゲット、3点目。でしたね、はい、豊田洋平今シーズンの13ゴール目です。もう理想的な形でしたね。これは大きな1点です。38分になるところです。チャンスを確実にものにしている鳥栖、はい、小さなミスでこのチャンスをしているという柏の差です、ね、丁寧なスルーパスでしたね。ゴールキーパーとアタッカーの駆け引きという点では、ここは奥野さんどうでしょうか。そうですね、もう25歳です、キム・ミルがゴールを決めました。まだこれもチャンスです。真ん中を割って入るか、一番外です、水沼、水沼シュートゲット、あっという間に2対0。この選手が5メーターから10メーター移動してしまうので。そうなんですよね、ここもこの次のパスが大事です。さあダイレクトから打てるシュートゲット、3点目。今のもいいパスでしたね、はい、豊田洋平今シーズンの13ゴール目です。もう理想的な形でしたね、はい、今のいいカウンターでした、ね、はい、混乱してますね。そうですね、まずここからですね。そうなんですね、これは大きな1点です。38分になるところです。チャンスを確実にものにしている鳥栖、はい、小さなミスでこれをインターセプトされて、ここで見てますね、外に水沼が来ているのを ね、 そうですね、リターンもあるんだけれども狭い方を向いていきました。本当にそうですよね、パス1本で、ね、ほとんどの